実は福岡で今水面下であの IR 誘致がもうかなり進んできてる状況ですでこれに一番反対してらっしゃる党が令和の党さんなんですねで国はもうあの日本に3つのカジノを作るっていうことがもう決まってるんですよねでそのうちの1つがあのハウステンボスですね そしてもう一つが大阪これ今国で審議が始まっていると思うんですけれども福岡は今年の4月28日の、えー、締め切りまで間に合ってないんですところが3月30日にホテル大ラで大々的な、えー、プレスリリースがありました、えー、アメリカの、えー、バリーズコーポレーションというところが。 手を挙げてて、えー、民間主導でで動いてるんですね。で、その IR カジノの場所は福岡市民の憩いの場所となっております鹿ノ島海の中道海浜公園エリア一帯に、えー、50ヘクタールの土地を、えー、国に、えー、申請してとていうことなんですそこら辺りをちょっと、あのー、山本代表にぜひ、あのー、お伺いしたいんですけれども。すいませんこの海の海中道あたりに、えー カジノが作られるというような話っていう部分、そこから広がる話っていうのは、私、えー、っとごめんなさい、知識がないです、そこ深められてなかったです、申し訳ないです、逆に言ったら、あのお聞きした方が早いかもしれないですね、<laughs> あのまあ、基本的にはその IR と呼ばれるもの、まあ、IR という言い方自体がなんですね、IR じゃない、あれはカジノなんですよで、IR っていう、例えばホテルだったり、ショッピングモールだったりとか、国際会議場、展示場みたいなものをカジノの収益で支えていくっていう。 だから目的は何ですかって言ったら一番金が儲かるであろうこのカジノ他はもう付属品なんですよってことですねこれを考えたときに日本にカジノは必要ですかって考えたときに、えー、これだけ博打にあふれた社会の中でさらなる博打を呼び込む必要ありますかってことなんですねで100歩譲って他の博打っていうのは一定公益性が高いものにお金が使われるっていう前提に立ってますけれどでも結局 海外から事業者がやってきて日本の金融資産を吸い上げてね一体これ誰,誰得ですかっていうおそらくその IR, IR というよりもそのカジノの建設であったりとかねでその後、えっとえー、少しぐらいの雇用ってものを維持し続けるという,ようなことにはプラスになるかもしれないけれども全体的に見たとしたらこのカジノによってその周辺が衰退していく。 っていう状態ですよね例えばカジノを中心と考えてその周辺が衰退していきますなぜならばその IR だったりカジノっていう敷地内で、えー、面白い、えー、いろんな見せ物が見られたりとかそこで一日遊べるし一日どころかもう何日も痛くなるよねっていう,ような環境を作られるわけだからそこから 5km 離れました、1 0キロ離れました,た 20km 離れましたっていうような地域にあるような商業施設だったりとか地元のレストランだったりとかっていうところに大きく影響を及ぼすよねっていうようなことありましたよね、昔ね。あありましたねえー アメリカカジのバリーズそれ出してもらっていいですかバリーズ、えー、福岡 IR 進出医師、えー、の表明をしていると関係各所にアピールはぁーっとことはこれはあれですねこれ次の市長選の争点になるような形でやっぱり市民で活動していくっていうのも一つですよね どうですか福岡の人は切った貼ったが大好きとかそういう話だったらちょっと不利かもしれないんですけど、特別そういういいいわけじゃないですよねいやあの大阪でもやっぱりこれ活動、まあうちの大阪のあのややこしい人あすいませんあの、人の名前は人の名前でちゃんと言いなさいってことで大石明子という衆議院議員がいるんですけど、な、ま、ん、あ、としてもカジノを阻止するというような、えー、気持ちで、まあ、国会議員にもなった人間なんですけれど、まあ、これは大石だけじゃなくてやっぱり大阪のね、 心ある人たちと力を合わせていきながら、やっぱりこれを阻止するために、もう大阪もほとんど阻止することが難しい状態のところに、最後の手段の一つとして、これはみんなで署名を集めてね、これは、府、え、民、ー、で投票しよう、みんなで投票していこうぜっていうね、投票で決めようじゃないの、いるかいらないかみたいなところをやってったんですけど、で法廷署名集まったんですよ、法廷署名ってむっちゃ面倒くさいんですよ、集めるのが。 普通の署名以上になんか印鑑があったりとか集められる人が限定されてたりとかえ福岡市の人だったら福岡市内でしか集められないとかさまざまないろんなえその区の外から出ちゃだめみたいな話だったりとかもうめんどくさいやつがいっぱいあるのにもうその市民の本気、不民の本気が形になってその署名はクリアしたんですよね。それに対してそのえー投票をする というよりも、それをもとに、府議会で話をするってことさえも拒んでるっていうのは、もう異常事態ですよね、でももう全国でそうやって連携してやっていくしかないのかなとは思います。はい